またかよ。どうしたの？実証家からの飲みの誘い。傷つけないようやんわり断り続けるのもストレスなんだけど。いるよねー。女性編集者をホステスと勘違いしている作家。ゆかりも？しょっちゅうだよ。若い女と飲みたければキャバクラ行けっつーの。ほんとそう。おじさん作家が色目使ってくるのマジキモい。キモいのはおじさんだけじゃないぞ。そうか。小田羊の件、大変だったよね。小田羊って作家さん？おう、女性のね。うちのレーベルで5冊出してる。その小田羊が SNS で担当編集者からのパワハラを告発してプチ炎上したんだよ。この担当編集者っていうのが他ならぬ僕。カピバラくん、パワハラしたの？そんなわけないだろう。告白されたのを断っただけだよ。じゃあ売られた腹いせってこと？ひどくない？信じられないよね。編集者が表立って反論できないのをいいことに。あまりに悔しくて会社を辞めて全部暴露してやろうかと思った。よく耐えた。会社は違うけど同じ編集者同士、愚痴なら聞くから頑張っていこう。あ、小田羊の投稿、猫田がリポストしてやがる。